私たちのホームグラウンドである北海道を離れ、海を越えてここ東京までやってきました。本日の公演は我々2年生のチームグリーンでお送りさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。昨日もここでたくさん公演させていただいて、今日も1回ここで演奏しているんですが、この公演が私たちの東京でのラスト公演になってしまいました。寂しいですね。東京でのラスト公演ということで、部員一同この2日間の中で最高の演奏をしたいと思いますので、皆様どうぞ最後までお楽しみください。ありがとうございます。今日はジャパンハーベスト2016ということで、皆さんハーベストってどんな意味だか分かる人いますか？ハーベストとは収穫や農作物の刈り入れという意味があるそうです。まさに今日のイベントにふさわしい名前ですね。日本の食料基地北海道から来た私たちでジャパンハーベストをもっともっと盛り上げていきましょう。さてさて、次は皆さん、私自己紹介するのをすっかり忘れていました。申し遅れましたが、私本日の公演の MC を務めさせていただきます。2年クラリネット、滝見奈由です。さて、オープニングにお送りしました曲はゲバゲバ90分でした。2曲目にお送りします曲は、名探偵コナンメインテーマです。名探偵コナンといえば、毎年映画も公開されたりアニメも放送されたりと、もはや国民的アニメといっても過言ではないほど有名ですよね。今日はそんな誰もがよく知る名探偵コナンのメインテーマを、私たちがキレキレのダンス付きでお送りします。たった一つの真実を見抜く、見た目は子供、頭脳は大人、その名は名探偵コナン。独特の世界観が特徴的な一曲ですよね。
PV をイメージした奇抜なダンスにご注目ください。それではどうぞファッションモンスター。
に私たちの部活について紹介させていただきます。私たちは今日は来ていない1年生31名、そしてチームグリーンこと2年生32名の計63名で毎日楽しく活動しています。主な活動は本日のようにこの踊りながら演奏するダンス&プレイ、略してダンプレイの活動と、普通の吹奏楽部のように座って吹く座奏の活動を並行して行っています。皆さんダンプレってご存知ですか？ダンプレとは北海道十勝にある池田高校発祥の踊りながら演奏するというスタイルのことです。池田高校吹奏楽部の顧問だった先生が札幌国際情報高校に来てダンプレをすることになりました。このダンプレの活動は月に 5,6 回ほど、年間約70公演ほどさせていただいています。ありがたいですね。ただいまお配りしていますフライヤーには私たちの部活やダンプレについて詳しく書かれています。ぜひ一度読んでみてください。さて、私たちのことがもっとよく知りたい、そんな方は YouTube や Facebook、Twitter、バンドのホームページに私たちの過去の公演の動画、普段の練習風景、今後の予定が載っていますので、ぜひぜひ SID バンドダンプレで検索。ついでにね、ちょっとその手元のスマートフォンで私たちの Facebook や Twitter にいいねを押してもらえると嬉しいです。はい、私たちのね、紹介もさせていただいたところで、そろそろ次の曲に行きましょう。続いてお送りします曲はエビカニクスです。この曲は子供向けの音楽や会場を作っているミュージックユニットケロポンズの曲で、なんとこの曲 YouTube で1500万回も再生されているんです。ところでエビカニックスの曲名に入っているエビとカニ、どちらかというとカニですかね。カニといえばやっぱり北海道、毛ガニなんかはちょうど今からが旬なんじゃないですかね。寒くなるとなんだかカニが食べたくなっちゃいますよね。カニ汁、カニなんていろいろありますね。今日はそんな美味しいカニとエビに我が部のダンス係がなりきって前で踊ってくれます。曲の途中でエビ、カニとシャウトするところがあるので、私たちの後に続いてぜひシャウトしてください。それではどうぞエビカニクス。Bye.
曲中ソロはサックスパート稲瀬はるか、ボーカルは我らがキャプテン、トランペットパート松本葵でした。いやー、この曲を踊っているとなんだか楽しくなってきちゃいますね。小さな子に大人気なのも分かる気がします。さて、続いてお送りします曲は、はい、アースウィンド&ファイアダンスミックスです。この曲は曲名通りアフリカ系アメリカ人によるファンクミュージックバンドアースウィンド&ファイアの中でも人気の3曲をメドレーにしたものです。突然ですが皆さん、ボコーダーってなんだか知ってますか？ボコーダーとは簡単に言うとキーボードとマイクを通した声を使った電子楽器のことです。今日はそのボコーダーをフルートパート坂井田雅人が曲の冒頭に演奏します。かっこいいダンスにご注目ください。それではどうぞ、アースウィンド&ファイアダンスミックス。
続いてお送りする曲がなんとラストとなってしまいました。最後にお送りします曲は今何時？そうね、大体ね。でおなじみサザンオールスターズの勝手にシンドバッドです。激しいダンス、そして元気いっぱいの部員にご注目ください。それではどうぞ勝手にシンドバッド。Thank you.
クションです。いよいよこの曲で私たちの東京公演も本当にラストになりましたね。寂しいですね。最後になりましたが、本日は本当にありがとうございました。皆さんとまたどこかで会える日を楽しみにしています。それではどうぞ、フィンガーファイブコレクション。帰ります。帰ったら雪かきだと思います。